名曲いい曲数あれどヒットするには秘訣ありそれは一体どんなことだったら聞いてよこの話さ紅白歌合戦が近づいてまいりましたはい紅白歌合戦にはいろんなまあ過去にエピソードがございましてねいいまあ赤組と白組が対戦するわけでございます、うん、男と女がピタッと分かれるはずなんですうん昔 マヒナスターズというグループは吉永小百合さんや松尾和子さんら女性,新人と女性の新人歌手とデュエットしてスターにする名人と呼ばれておりましたマヒナスターズ」とも一緒に歌ったら女性歌手は必ずヒット歌手になれると「紅白」では松尾和子と歌ったレコード大賞曲「誰よりも愛す誰よりも君を愛す」の年は松尾和子単独で。 お座敷小唄の時は松尾抜きでマヒナスターズだけで出場出演したと、はあ、つまりルールをしっかり守っていたなるほどこれダ田道人さんという方がお書きになった「紅白歌合戦舞台裏」という5本拝借しておりますがところが昭和43年1968年に大ヒットしたこの曲の登場でとうとう女性軍に「 キララーーズといいうう男性コーラスが出場するようになってしまいましままたつまり赤組女性軍に男性が混じって歌を歌うというようなことになってしまう,うあまりにもヒットしたので放っておけないどうしても出場していただきたいということで、うん、その後は「ヒデとロザンナチェリッシュ」「ドリームスカムツル」などなど<ぁ>もう赤組で大概ご出演なさるその曲をちょっと聴いてみましょう「ピンキーとキラーズ懐かしいところで恋の季節」です。 ピンキーとキーズ恋の季節今年の「紅白歌合戦」どういう順番でどんな歌をお歌いになるのかまだ発表されておりませんが、はい、ただただ出場される方石川さゆりさんが和田明子さんの39回を追い抜いて40回目の出場、うん、もう赤組トップでございますね、うん、40回という回数は白組を見てみますとうもうお出にならない北島三郎さんが50回。はい 森進一さんも,もう今んとこおでならないと宣言されて森さんが続いて48回、うん、そしてこの度五木ひろしさんが47回目の出場ということになるわけでございますね。うん、でこの本先ほど郷田道人さんの「紅白歌合戦」舞台裏にも書かれていたんですが詳しくは私がちょっと調べてみたんですけれども、はあ、あのヒット した曲大ヒットした曲をこの「紅白歌合戦」で何回もお歌いになっているこれはもうリスナーの皆さん「紅白」ご覧になっててようお分かりやと思いますけど、はい、分かりますね。えで例えば北島三郎さんは50回出場なさって「風雪流れ旅」とか「祭り」とか「帰ろかな」。不思議に函館の人は 一回しか歌ってやらへんのですね。そうですか <laughs> あと風雪流れ旅とか祭りとか帰ろうかな。これ何回も聞かしてもらったような気がいたします。はいはい、聞きました。石川さゆさんといえば、過去三十九回の出場で津軽海峡冬景色。はい、あまり声、はい、何回も聞かしてもらったような気がいたします。はい、それから中村光子さんも過去十五回の出場で。うん、河内男節を何回も歌っておられるんですね。さあ。 さてさてさて、うん、このお三人の中で歌手の名前でお答えください。はい、あの「紅白」の舞台でご自身のヒット曲を同じ曲を何回も一番たくさん歌った人はどなたでしょうかいや北島三郎さんでしょうか石川さゆりさんでしょうか中村光子さんでしょうかこれ歌手のお名前でお答えください。面白いクイズですねささてさて 森進一さんは、うん、数多い48回の出場の中で「おふくろさん」を8回歌っておられますちょっともう「紅白」の舞台では、うん、耳にすることができなくなっておりますので、うん、森さんのこの曲久しぶりに聴いてみましょうか曲をじっくりお聴きになった後お考えくださいこれ名曲でございます<え>、うん、曲をじっくり聴いていただいた後でも間に合います、はい、さあヒット曲同じ曲を「紅白で」で 数多く一番数多く歌った歌手は北島さんでしょうか石川さんでしょうか中村光子さんでしょうかおお待ちしております森進一さんで「おふくろさん」お聴きいただきました「紅白」の舞台で8回49回出場なさって8回もこの曲を歌になった森進一さんでございますさあ今申し上げましたように、はい、えご自身の歌、うん、大ヒット曲ですもちろん、えー。出場回数多い中で 一番同じ曲をたくさん歌った人は北島三郎さんでしょうか石川さゆりさんでしょうか中村美津子さんでしょうか歌手のお名前でお答えをいただきたいと思いますたくさんのご応募お待ちしておりますはい、えー、分かったとおっしゃる方お答えを書いてメールかファックスでお送りくださいメールの方は「野村 −obc1314.co.jp」

答え合わせは七時五分頃です。このコーナーは YouTube ラジオ大阪チャンネルで配信中です。そちらの方でもお楽しみください。